今朝は、豊田秀吉のことを考えていたので、いろいろ知って、まあ、豊田が一番好きではなかったですけれども、知ってが始まったということを聞いて、そのうちにちょっと、知ってる人から、まあ、6人だっていうのを聞いてみて、そういう意味で、非常に強要しました。というか、緊張しました。東山が一番発言者が多かったので、少しこう他の人はどう思ってるのかなと思って、ちょっと慌ただしかったんですけど、二人の人に電話をしてきました。ニュース会見出ますかって言ったら、まあ、出ないということだったので、何かコメントありますかって言いましたら、娘さんのツイッターご遺族の人ですけれども、これでやっと娘の敵が撃てたというふうに言ってました。またもう一人の男性の人はですね、交渉が残ってる人なんですけれども、まあ、死刑が確定していることなので、確実に何か言うことはないというふうに言ってました。特にプルダー九州に関しては、ご両親が会ってくださいということだったので、一瞬の時ですけれども、お会いしてご両親とお話をしたりとかですね、まあ、そうやって手紙をもらったりとか、していたので、ちょっと他の死刑囚よりかは、私も思うところがあって、面会したいっていう中では、一番話したかったなっていうことがあります。一応弁護士さんに手紙を書きました。でもやはりそれは一見冷静に見えているようでもそれだけやはり死刑というものを見つめているか、精神の平衡を保つ機能がそんな簡単なことではないんだというようなこともちょっと返事をもらって、ただ伝えてはもらったみたいなんですね。でその時の豊田からの言うことには、自分はもう刑事裁判の中で全てを言ったから会って何を話すということもないっていうような内容だったんですけれども、でも私は裁判みたいなことではなくてですね、やっぱり手紙をもらったらそれをどういう意味を遺族が受け取ったかっていうことを伝えたかったということがあったので、まあ、一番このスケジュールの中では豊田死刑囚に会いたいなっていうふうには思っていたんですけども、ただこれで13年の死刑が執行されて、刑事司法としては、まあ、終わったっていうことになるのかもしれませんけれども、後遺症を抱えている人もまだいるわけですし、遺族でもやはりそういうことに触れられない、今日も会見出ますかって声をかけた人がいるんですけれども、もう出ないというようなことで、あまり触れたくないというような、そういう状況もあったりするので、執行はされても被害者の被害がまだ続いているという、そういう状況で、すごい辛いなっていうふうには思います。